皆さんこんにちは。インデザインの勉強部屋のゆうじです。今回の動画はですね、2023年11月16日に行われた Adobe Max Japan、 こちらのねイベントで、私もショートセッションの方に登壇させていただきましたので、まあ、その内容をね、YouTube の方でも見れるように収録したものになります。またね、当日参加された方は復習用にご覧いただければと思います。ではね、早速私の PC の方に切り替えてやっていきたいと思います。はい、それでは PC の方に切り替えました。それではね、早速やっていきましょう。一つ目です。座標値、基準点にフォーカスするためのショートカットを覚えておきましょう。例えば、インデザイン上でオブジェクトを選択をします。このオブジェクトの位置であったり、サイズを変えたいときはね、まあもちろんマウス操作で行ってもいいんですけれども、こちらのコントロールパネルのあるいはね、変形パネルのこの部分に位置やサイズをね、入力して正確に行っていただくこともできるわけです。で、この数値を入力して正確に行いたいときにですね、いちいちこうマウスポインターをパネル上に持っていくのではなく、ショートカットを使うことでね、まあ、素早く実行できるわけです。そのショートカットが Mac の方はコマンド6、Windows の方はコントロール6です。では実際にちょっと押してみましょう。コマンドと6を押します。するとどうなるかというと、コントロールパネルのこちら、X 位置がハイライトされた状態で表示されます。あとはここに数値を入力をしてタブキーを押すと次のフィールドに移動するわけですよね。で、またここで数値を入力して移動という形で、行っていけば非常にね、手早くキーボード操作だけで行うことができると。はい、まずこのコマンド6。コントロール6というショートカットを覚えておきましょう。ただね、注意をしていただきたいのは、これね、変形パネルの方にはハイライトされないということです。必ずこちらのコントロールパネルの方の、この部分に、まあ、フォーカスが当たるということですね。じゃあ、このコントロールパネルね、表示してない方はどうなるかと言いますと、表示をしてない場合はですね、ちょっとショートカットをもう一度押してみましょうね。コマンド6と。すると、コントロールパネルが表示された状態で、X1。がハイライトされるというわけです。非常に便利ですよね。個人的にはあのコントロールパネル僕は表示をしておいて作業したいタイプなので常に表示をしております。はい、まずこのようにね、素早く座標値にフォーカスをするということですね。そしてタブキーを押せばこのようにフィールドを次々という形で移動していくことができるんですが、もう一つ覚えておいていただきたいのがシフトタブというショートカットです。シフトタブキーを押すとですね、次々ではなく、前へというふうにフィールドを移動させることができるようになります。そこで、合わせ技でですね、オブジェクトを選択したら、コマンド6を押して、さらにシフトタブキーを押します。するとどうなるかというと、こちらご覧ください。このね、基準点がフォーカスされるんですね。はい。これ基準点です。で、どこの位置の座標値を知りたいかというと、今ね、左上が選ばれていますので、X や Y に表示されている値は、この左上の座標値というふうになるわけなんですが、これね、この状態の時に数字のキーを押すと、この基準点を変更することができます。これ、ね、点キーがある人は、ね、非常に位置がわかりやすいんですが、順に行くと1番がこれです。2番、3、4、5、6、7、8、9と。点キーのね、1から9の並びの位置というのがそれぞれ割り当てられているので、縦横中央の基準点を選びたいときは5と押してあげると素早くね、基準点を選ぶこともできると。なのでこのね、コマンド6、コントロール6というショートカットとシフトタブ、さらにはね、この数字で基準点を変更するというのを覚えておくと、素早く位置やサイズ、基準点を変更することができますので、まずこれを一つ覚えておいてください。これがね、一つ目です。ただね、これ、テキストグレーの時も同じです。コマンド6と押していただくと、X 字がフォーカスされるんですが、これね、文字ツールでテキストを選択しているとき、ちょっとこちらもやってみましょう。コマンド6と押すとどうなるかというと、このね、フォントのところがね、ハイライトされますので、まあ、ここでね、素早く、フォントの名前の一部を入力して素早くフォントを選ぶなんてこともできますので、この辺ね、コマンド6、コントロール6というショートカットはぜひ覚えておいてください。はい。それでは続いていきましょう。続いてご紹介するのは、フレームの一辺を削除して、フレームにね、こう、
線をつけるというやり方ですね。何をしたいかというと、このようなものを作りたいわけですね。はい。それぞれね、こう左側の縦方向だけ線がなくて、残りの3辺には線があると。で、さらにね、それぞれの線の端には飾りというか、まあ、丸や矢印がついていると。こういうものを作りたい。多分ね、皆さんこれ、テキストと、この、この字になった、この線の部分ですね。これ別々に作ってる方が多かったんじゃないかなと思います。しかしね、これ、インデザイン、ね、非常に簡単に作っていくことができます。ちょっとやっていきましょう。ここにね、すでにテキストフレームを作ってあります。このテキストフレームは、もうすでにね、線を設定してあります。で、このテキストフレームから作っていきましょう。まず何をするのかというと、こちら、ダイレクト選択ツールを選択します。そして今回この左側の縦のね、線の部分だけを選択してデリートキーを押します。どうでしょうか？これでね、テキストは消えずに3辺だけが残る線を作ることができるわけです。まあ、この状態になったらね、あとは線、のパネルを表示させて、それぞれこれね、開始終了のところに、まあ、例えばこう、丸とかね、ここで、三角とか。で、それぞれね、サイズなんかも変えられるので、このようにサイズを変えて、まあ、設定してあげればいいという形ですね。非常に簡単ですよね。さらにこれね、オブジェクトメニューからコーナーオプション。こちらを実行していただくと、まあ、こんな形でね、角丸にすることもできるという形ですね。非常に簡単ですよね、これ。はい。で、例えば、これ、フレームのサイズを、まあ、縮めれば、まあ、こんなような形。もちろんね、文字は溢れてしまいますけど、フレームサイズに合わせて、この、線の部分は、修正されますので、非常に簡単にね、こういった、まあ、テキストフレームを作ることもできるというわけですね。はい。フレームの一辺を削除する方法。こちらはね、二つ目にご紹介しました。では、三つ目。テキストフレームの自動サイズ調整。こちらをやっていきましょう。はい。今ね、こちらにテキストフレームがあります。で、このテキストフレームにはもうすでに設定がしてありますので、例えばテキストがこのようにね、少なくなるとどうなるかというと、わかりますかね？これ、テキストフレーム自体のフレームサイズがね、縮まったのがわかると思います。で、逆にテキストが増えていくと、こうね、フレームのサイズは伸びていく。つまり、文字あふれをすることのないテキストフレームを作成することができるというわけです。これね、まあ、非常に簡単なやり方なので知ってる方も非常に多いと思うんですが、テキストフレームを選択したら、まあ、オブジェクトメニューからね、テキストフレーム設定、こちらを選択をします。で、こちらの自動サイズ調整を選びます。で、こちらの自動サイズ調整がオフになっていますので、ここでは高さですね、横組みなので高さを調整したいので、この高さのみというのを実行します。もうこれだけでね、設定が終わったんですが、あともう一つね、基準点も設定したい場合には、上、真ん中、下と。いわゆるどこを基準、いわゆるどこを固定して、テキストフレームのサイズを伸び縮みさせたいかというのをね、設定することができます。ここでは上を選んでおきましょう。こんな感じですね。はい。そうすると、テキストが減っても、ね、自動的に、上の辺は固定されたまま、下のね、テキストフレームが縮まるような、まあ、形にすることができるというわけです。ただね、これもね、いちいちこのテキストフレーム設定を開いていると非常にめんどくさいので、ぜひね、こちらは、オブジェクトスタイルとして登録をしておかれることをお勧めします。ちょっとね、開いてみましょう。スタイル、オブジェクトスタイルで、オブジェクトスタイルパネルを表示させます。でもうすでに実は作ってあるんですけども、一つ作っておくとですね、これちょっとね、なしにしてから、ちょっとやってみましょうか。こんな感じになっていても、クリックするだけでピュッとね、テキストの内容において、まあ、ぴったりフィットするフレームに変更することができるというわけです。ちょっとね、作り方も非常に簡単なのでご紹介しておきます。何も選択してない状態で、こちらの、ね、オブジェクトスタイル、スタイルを新規で作成するボタンをクリックします。すると、オブジェクトスタイル1というね、新しいオブジェクトスタイルが作成されるので、こちらをダブルクリックして開きます。まあ、何らかのね、好きな名前をつけてください。ここではテストという名前にしておきました。設定を行うのはたくさんある項目の中のここですね。テキストフレーム自動サイズ調整という項目だけです。
必要なのはこれだけ。あとのところはね、まあ、変な影響が出ないように全部オフにしておきましょう。でオフにするのもね、これ1個ずつポチポチとね、オフにしてるとめんどくさいので、オプションキー。Mac の方はオプションキー。Windows の方はオルトキーを押しながら、こちらクリックします。1回クリックして、もう1回クリックするとね、この選択してるもの以外が全部オンになりますが、もう1回クリックすると、そのクリックした以外のものは全部オフになりますので、ね、オプションキー、あるいはオルトキーを押して2回クリックするって覚えておいていただいて、こちらで、まあ、高さのみと。で、基準点。まあ、これね、多分上か、あるいは場合によっては真ん中をね、選ぶ方もいらっしゃるかもしれません。はい、で、OK していただければ、これでもう出来上がるというわけですね。個人的にはこれね、縦と横と、それぞれね、一つずつ作っておかれるといいと思います。ちょっとね、もう一回開いて、ご覧いただきたいと思うんですが、ね、高さのみと幅のみとある以外にも、高さと幅っていうのが2つあるんですけど、これね、なかなか思い通りにコントロールするのが難しいので、僕は使ったことがないです。ね、横組の時は高さのみ、縦組の時は幅のみっていうのをね、それで選んで2つ作っておいて、あとはクリックするだけで、テキストフレームの自動再調整を効かせた、まあ、テキスト運用をしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。さあ、それでは続いていきましょう。今度は選択範囲内ペーストのテクニックを一つご紹介をしておきます。今、左側にね、猫の写真があります。で、この左側の方は、キャットという文字が、こうね、C の文字の中をこう、猫の尻尾がくぐっているような状態。あるいはなんか耳は、猫の、キャットという文字の前に、失礼しました。耳がキャットという文字の前に出ている状態になってますよね。こういった効果を作りたい。結構こういうケースって多いと思うんですが、これを、まあ、実現するのに覚えておきたいのが選択範囲内ペーストというコマンドです。ではね、右側の設定前のもので実際にやっていきましょう。この画像はバックにね、まあ、ちょっとグラデーションのかかったね、オブジェクトがあり、その上に背景を、まあ、透明にした猫の写真が配置しております。そしてその上にキャットっていう文字があるというふうにね、まず認識しておいてください。非常に簡単です。まずね、ペンツールを選びます。ペンツールで尻尾が文字よりも上に来たい部分をざっくりでいいです。こんな感じでね、ざっくり囲むようにね、パスのオブジェクトを作ります。次にですね、猫を選択をしてコピーをします。コピー。コピーができたら、この先ほどね、ペンツールで書いたパスを選んで、編集メニューから選択範囲内ペースト。まあ、こちらを実行します。すると、このような形で、今、パスで書いた中に、猫の画像がね、マスクされた状態でペーストされるので、あたかも C の文字の上に猫の尻尾がくぐっているような、効果を得ることができます。まあ、ただね、この状態だと今線がついていますので、これ線もね、なしにすれば出来上がりということですね。同様にね、耳の部分も、まあ、こんな形で、もうざっくりとね、こうパスを作っていただいて、失礼しました。パスを作っていただいて、選択範囲内ペースト、実行すると。で、線をなしにすれば、出来上がりということでね。要はね、猫の写真の上にキャットという文字があって、さらにマスクされた猫の画像があるという状態ですね。はい。これもね、非常に効果的なやり方なので、ぜひ覚えておいてください。もう一つね、これ、表組なんかでも活用ができます。今ね、ここにね、本当にシンプルな表があります。ただ、この表を角丸の表にしたいというケースですね。インデザインでは標準で角丸の機能は搭載していません。それでどうするか。まずね、選択ツールで表を選んでコピーをします。コピーをしたら、事前にサイズを合わせておいた角丸長方形。これね、選んでから、こちらも選択範囲内ペーストを実行します。要はこの角丸長方形の中にコピーをしておいた表をペーストする、いわゆるマスクするということですね。という形になるわけです。ただ、これちょっと見ていただくと、表の位置がずれていますよね。ちょっとね、取り消します。これどうしてずれるのか。実はテキストフレームのサイズで、ペーストされるので、これテキストフレームと中身の表をね、ぴったり同じ大きさにしておく必要があります。ここで、こちらですね。はい。こちらの、まあ、コマンド。
クリックして、要はフレームを中身、サイズをピタッと合わせておいてからコピーをします。あとは、角丸長方形を選んで、選択範囲内ペースト。こちらを実行すれば、角丸でマスクされた表として運用することができると。マスクされてでもちゃんとこれね、文字ね、こうね、編集することができますので、問題ないですよね。こんなやり方もあるというので、覚えておかれるといいかなというふうに思います。はい。さあ、それでは、最後に均等なサイズのフレームを一気に作成する方法とキャプション作成の方法をまとめてご紹介しましょう。まずね、均等なサイズのフレームを一気に作る方法です。何らかのね、こう、ツールを選んだとします。ここでは長方形ツールを選びました。マウスポイントでドラッグすると、ドラッグしたサイズでオブジェクトが描画されます。ところがね、このオブジェクトを描画している途中、いわゆるマウスポイントを離す前に矢印キーを押してみてください。上下左右。ね、ありますよね。まず上矢印キー、右矢印キー、もう一回右矢印キー。そうするとどうでしょうか。押した矢印の方向に応じて、このね、ドラッグしたオブジェクトが縦横、均等に分割されて描画できます。これね、全く同じサイズなので、非常に便利ですよね。さらにですね、今度は楕円形ツールでいきましょう。楕円形ツールでドラッグ中に矢印キーを押してみます。そうするとこんな感じです。はい、他にも文字ツールでドラッグします。するとこんな感じですね。文字ツールでもこのように同じサイズで連結された状態で均等サイズのテキストフレームが作ることができるというわけです。ね、矢印キーを押すだけなので非常にね簡単ですよね。はい、さらに、まあ、画像を配置したいといったとき、ここで4枚の画像をねちょっと選択したとしましょう。ドラッグします、ね、通常クリックするとこのように配置されるんですが、ドラッグ中に矢印を押してみてください、ね、こんな感じ、同じサイズのグラフィックフレームが作成されます。あとはねフレームを均等に流し込むをクリックするとこんな感じ、ね、簡単ですよね。同じサイズの画像を配置するときも使えるということですね。ただちょっと気になるのはこの画像と画像のね間隔ですよね。この間隔どのように間隔が決定づけられるのかっていうのをちょっと見ていきましょう。ちょっとね一回取り消し、削除します。それはですねこちらレイアウトミニのレイアウトグリッド設定、ここの段間見ていただくと5ミリになっているのが確認できます。あるいはレイアウトミニのマージン段組の間隔、こちらも5ミリになっています。これね両方とも連動しています。どちらかを変えるとどちらかも変わるという形で、今ね5ミリの間隔になっているんだと、つまり分割された時の間隔が5ミリだったということです。じゃあここをちょっと1ミリにね変えてみましょう。 OK します。これでもう一回ねじゃあ画像配置してみましょうか。ドラッグ しながら矢印キーを上と右にそれぞれ1回クリックをしてフィットさせます。どうでしょうか。間隔が先ほどよりも細くなったのがね、わかるかと思います。これね、1ミリになっているんですね。はい、このようにね、まあ、間隔をコントロールするときには、こちらレイアウトメニューのレイアウトグリッド設定、またはマージン段組の間隔をね、事前に変更しておいてあげてください。とはいえ、このね、間隔を変えてしまうと、段組のね、ガイドを作っている場合にはね、ちょっとガイドの間隔変わってしまうので気をつけていただきたいところです。はい、じゃあね、こちらでやっていきましょう。実はね、もうすでに作成済みのものをここに作ってあります。画像が4点あってそれぞれキャプションが作られています。このキャプションをね、一手間で作っていくというのをねちょっと今からご紹介していきます。はい、まずね写真を先にじゃあちょっと配置しておきましょうか。これね写真を配置しておきます。はい、これねここからドラッグしながら上矢印キーを1回右矢印キーを1回押します。でフィットさせます。はい、これでも写真はね、同じサイズで配置ができたわけですよね。これに対してキャプションをつけていきます。そのためにはまずリンクパネルのパネルメニューからキャプション、ね、ここの一番上にキャプション設定というのがあります。ここでどんなキャプションをつけるんですかっていうのをね設定することができます。ちょっとね見ていきましょう。まず先行テキスト、ね、実際につけられるキャプションの前に何か固定したテキストをつけますか、つけたいときにはここに入力をしておきます。今回 CAP コロンと入力してあります。またね、後続テキストも設定することができますが、ここでは設定をしていません。そして重要なのがここのメタデータですね。画像の持つ
メタデータからいわゆる文字列を引っ張ってくるということです。メタデータってね、実はたくさんあります。こんな感じで、ね、たくさんあるんですけれども、今回ねタイトルというものを選んでいます。さあ文字列はここで設定するんですが、じゃあ今度どこにキャプションを作りますかということで、画像の上下左右どこに作るかを選ぶことができます。ここでは下を選んでいますが、ね、実際の作業では上か下どちらかを選んでください。一応ね左と右も選ぶことができるんですが、これね日本語だと左や右にキャプションをつけるときって縦組みにしたいんですが、実は縦組みにならないんですよね、なのでちょっとこの辺がねやっぱり不完全なので、下か上を選んであげる。そしてオフセット、画像から何ミリ離したところに、キャプションを作りますかということで、今回ねこちら1ミリにしています、ね、さらにね、キャプションをつけるだけでなく、そのキャプションの書式も一気にね設定できたら簡単ですよね。そこでここでは事前に作成してあった段落スタイルからキャプション用というのを選んでおきます。事前の仕込みはこれで OK です。このまま OK ボタンを押して閉じます。あとはね、キャプションつけたい画像を全部一気に選択をしていただいて、リンクパネルのパネルメニューからこちらキャプション、ライブキャプションの作成またはキャプションの作成を実行します。ここではねキャプションの作成を、実行したいと思います。こんな感じね、キャプションがつきます。とはいえね、ここのところ見ていただくと、でここは文字列何もないですよね、はい、実は先ほど設定したメタデータのタイトルというものから文字列を引っ張ってきてねっていう設定にしてあるんですが、この画像のタイトルというメタデータには何も文字列がなかったということなんですね、はい、その場合はこのようにない状態で、まあ、配置されます。でこのメタデータはね、どこにどのような形でちょっと確認すればいいのということなのですが、ちょっとねこれを見ていきましょう。これねメタデータをこれをまあ Adobe Bridge でねちょっと見ていきたいと思います。はい、Adobe Bridge でこの画像を開くことによって、この画像にどのようなメタデータがあるのかを簡単にね、まあ、確認することができるようになっています。ちょっとねはい開いてきましたね。はい、でちょっとね今のフレーム、ちょっとこちらですね、ごめんなさい、もう一回開きますね、はい、そうするとそれぞれのこの4枚の写真が表示されていて、この右下のところ、ここですね、メタデータというパネルがあります。ここを見ていただくと、たくさんねメタデータがある中から、例えばねこうスクロールしていくと、タイトルというのを今回選んでいましたね、ここだ、ここですね、タイトルカプレーゼっていう文字列がねすでに入力してあるので、この文字列を引っ張ってきたというわけです。とはいえ実際のね作業において、いちいち事前にね写真にこのメタデータを仕込んでおくのは非常に面倒くさいというわけですよね。ちょっとインデザインに戻ります。なのでですね、別にこのメタデータ適当に選んでいただいても構いませんね、そうすると何もない状態でテキスト文字列が何もない状態でキャプションが作られます。しかし指定した位置に指定した段落スタイルが当たった状態でキャプションが作成されるので、ここであとはねもうこうボロネーゼとかねこう、まあ、入力してあげれば OK というわけですよね。手間がもう格段に減ります。でこれねここまあ僕はね実際のメインマシンにはショートカット設定してあるんですけど、ここにねライブキャプションの作成やこのキャプションの作成にショートカットを当てておくと、もう写真を選んでショートカットペッとね押すだけでキャプションが作れるので非常に便利です。なので実際にねメタデータが写真になくてもかなり便利だと思うので、ちょっとこのねキャプションの作成覚えておいてください。さあそれでですね、キャプションの作成って2つありましたよね。僕はこの下の方のキャプションの作成、こちらですね、ちょっともう一回選んでやりましょうか、を選んで実行したんですが、じゃあこちらを選ぶとどうなるのというと、こちらは実は画像のメタデータとリンクされた状態でキャプションの運用ができます。ですのでブリッジなどを使ってキャプションのメタデータを後から、ね、こう入力し直すと、画像を修正していただくようにリンクの更新みたいなのをしていただくと、これねキャプションの文字列も変更することができると。これがライブキャプションです。下のキャプション作成は最初ね情報を引っ張ってくるだけなので、後からねメタデータを変更しても特に関係はないというか、修正をが反映されることはないという形ですね。まあ、目的において使ってみてください。僕は基本的にねこちらキャプションの作成の方を使っています。
こうしておくとね、一つのドキュメント内でね、まあ通常キャプションを載せてってね、統一したものを使うと思うので、非常に楽にね、キャプションを作っていけます。ね、ぜひね、これ、試してみてください。はい。ということでね、今回のこのセミナーは以上で終了となります。どうも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。